hear that he's really a tough guy and really strong, good hands. So I have to really take care about that.去年、衝撃的というしかない K1 デビューを果たしたフランシスコ・フィリオ。今年ははっきりとグランプリ制覇という目標を見据えて走り出した。ファンは一撃必殺、空手のロマンをフィリオに託す。Like I said before, you know, Francisco Filio is a great fighter. I myself consider myself similar way of fighting. You know, I'm a this tough type of fighter also. So I'm looking forward to a good fight.怪我のため去年のグランプリを欠場したレイセフォー。この大一番を前に地元で KO 勝利を飾っての参戦。今年の K1 に旋風を起こせるか。さあ、これが今年の K1 最初の試合、レイセフォーかフランシスコ・フィリオか。今 K1 シリーズ開幕のゴングです。いいカードですね。これはいいカードですね、はい。フィリオ、そしてセフォー、まあ、本当は大型のファンはですね、はい、フィリオが簡単に勝っちゃうんじゃないかと思いますから。おっと、右のハイキック、大事なハイキックですね。フランシスコ・フィリオの右のハイキック、駆け蹴りというやつね、ローキックに見せかけて、ね、そうですね、そこから上に持ってきて下に落としてくるやつですね。フィリオは落ち着いてますね。落ち着いてますね。大方の予想はフランシスコ・フィリオ。その中で唯一と言ってもいいかもしれませんが、レイセフォーを挙げたのは谷川貞治さんですが、そうですね、僕はこのレイセフォーがフィリオがどこまでやるかで、はい、フィリオの強さって本当に分かると思うんですけどね。あ、というのはどのあたりですか。やっぱりベスト8、去年ですね、はい、入ってないんですけどグランプリの中では、でもうベスト8以外ではですね、このレイセフォーが僕は最有力だと思ってるんですよ。あ、なるほど。その選手がとフィリオが本当にどこまで戦えるか。石井館長もこのセフォーに対しては非常に最初からですね、評価を高くね、当ててらっしゃいました。そうですね、すごくいい選手ですよ。何よりもハードがいいんですね。勝負度胸といいますか、はい、だから今までのファイターみたいな感じでなんかこうあまりビビるということはないと思います、ね。そうですか。ただフィリオのキックかなり重たかったんじゃないですか。冷静をちょっとびっくりしましたね。そうですね、ハイキックね、さあ、そして後ろ回し、なんか体ごと持ってかれましたよね。さあ、そして長嶋一茂さん、はいはい、この今年のフィリオね。そうですね、まあ去年見た時はちょっとそのおお、かかと落としを見せましたフィリオ。去年見た時はちょっとそのグローブを持った時にね、なんかちょっとまだ構えが引きこちないような感じはしたんですが、見慣れてないっていうのもあるんですけども、今日見た感じはなんかすごくグローブのその構えがすごくなんかしっくりしてきてるような感じはしますよ、ね。ただ一人空手をやってるというね、去年の場合はそんな感じはありましたけど。そうですよね、やっぱり顔面なしから顔面ありのルールに変わったわけですからね。でもやっぱ彼の戦い方ってやっぱ空手ですよね。基本はそうなんですね、もう空手をそのまま、はい、いやだからこはい、フィルが空手式で戦って、おーノーガード、レイセフォーノーガード、日本に笑ったレイセフォー。なんかフィルとの試合はどうしても前戦になりますね、どの選手も、アーネスト・ホーストとの前戦がね、はい、象徴的でしたけれども、はい、サローキック、レイセフォー。フィルは攻撃的な選手じゃないんですよね、どっちかというと、ね、その前をちゃんと見て自分のペースにちょっとずつ引き込むみたいな感じなんだ。今みたいにノーガードの時でも踏み込まないですよね、フィリオ選手はね。でも懐深そうですね、フィリオ選手の。なんかセフォーはなかなか入っていけないっていう感じがしますよね。セフォーはどちらかというとちょっと今回は頭を使って戦っていこうというふうに話していましたが、やはりそれだけこのフィリオの、まあ、打撃というのをね、非常に、はい、分かってくるのでしょうか。本当に空手の今一撃殺というか、カウンターファイターなんですね。ですから一発目出ていくと、やはりということになりますね。さあ、第1ラウンドが終了しました。
ラウンドが始まりました。いやしかしフィリのパワーがすごいでしょうね、これが冷静法があの戦い方は VTR で見てたと思うんですけど、予想以上にこいつ破壊力のある蹴りをするなとかパンチあるなと、相手の攻撃をよく見てると思うんですけどね、おっとまたノーガード、おーやってこいやってこい、フィリをやってこい、誘っています。冷静法誘ってるけどやっぱフィリは行かないと思いますよ、行かないですね、なんか本当に自分の前をやっぱりちゃんとしっかり持って本当戦うっていう、戦いにずっと徹するんじゃないかと思いますけどね。こういうやり方されると一茂さん、相手はやりづらいくないですかね。そうですね、だ本当に新課長おっしゃったように冷静ですよね、リングに慣れたっていうのもあるんですよね。ちょっとやっぱりなんか落ち着いてますよね、フィリオ選手が。セフォーが少しずつ拡乱していきます。考えてますね、ただあんまり深く入るとあの一撃がありますから。そうですよね、セフォーは絶対あの、ね、右のフックは警戒してますよね、時折フィリオも見せるあのスイッチ、まあ、試合前なんかあのフィリオ選手にちょっと話聞いたら、やっぱりフィリオ選手自身が低く飛び込んでいった。そしてそれに左を合わせていきました。フィリオあの合わし方がうまい。さあそして右、今セフォーの右が入りましたね、いやあの一瞬ですね、あの一瞬です。この試合本当に彼の試合って目離せない、離せないですね、フィリオ自身もセフォーの右が警戒するって言ってましたけどね。おっと目線を外している冷静法、どうしたんですか、一瞬今どうしたのかなと思いました、ね、珍しいですね、いやそこでさあ入ってこいって感じでまた誘ってるんですね、セフォーがね、誘ってますね、だから彼もカウンターのカウンター狙ってるんですよね。そうなんですね、やっぱお互い右の一発がありますから、すこの人も右のブーメラン復活のジェロム・レバンナを一発であの前のめりで倒したというあの復があります。おおまたノーガード、どっちがさあそしてローキック、どっちがじれるかですよね。そうですね、ギリギリ緊張感の前線ですね。あまたまた、あ目で誘ってますね、誘ってますね。ただこういう戦いね、極真の選手はそういうことまずすることないん で、 そうですよ、ね、ちょっと戸惑う可能性ありますね、ずっとされてる、ね、あまた後ろを見せている。おお今のはしかしすごいです、ね、おセフォーもしかし石川ちゃんどう言ったらいいんですかね。彼はねもともとねずっと8年間カンフーやってたんですよね、だからちょっと動きがもともと変則的なんですよ。そうですね、あの足技が得意なんで彼も、でもやっぱりヒル選手もプロになってからはまだ経験浅いんですけど、アマチュアを含めると本当に何百戦とやってますから。そうですね、もう試合度胸は試合観点はすごいですよね、はい、またノーガード、あの右ですよね、本当にノーモーションで引っ掛けるだけなんですけど倒れちゃうんですよ、あまた右の縦蹴り、もう本当に空手対カンフーみたいな、先ほど瀬戸選手が、ね、模様ドラゴンの近くでホース先生が言ってたんですけど、すごい疲れスイッチ、すごい疲れるんですって、彼の試合ってあの一瞬とも気抜けないって言うんですから、フィリティアルズね、石井館長お互いやっぱり右のパンチを警戒ってことになりますか、ね、そうですね、警戒でもしすぎてるんじゃないかなと思いますけどね。ああフィリオもちょっと動き始めましたね、フィリオもちょっとじれてきますね、そろそろちょっとお互いそのパンチからの蹴りのコンビネーションというのは3発4発ぐらい見たいですよね。そうですね、これフィリオが前に出てきてるってことありませんかね。徐々に出てきてますね、徐々に出てきます、なんかやっぱりフィリオはあれですね、 K-1 の戦い方ちょっと変えましたね。お右ストレート、ああ飛び込んでいきました。しかしフィリオの動きも早い、フィリオはですねちょっと下から崩す作戦に変えてますね。ああ、胴を小さく蹴っていくっていう、はい、足を止める作戦です。あ、これです。右。これパンチですね。お互いの右。本当に。しかしセフォーも全然臆するところがないですね。ビデオ相手もね。さっきから見てたあのセフォーの目線がすごい気になりますよね。と言いますと、おへその方を見たり、目を見たり。さあ、ランキング。もつれ合いました。その前に飛んできたフィリオの肺、冷静の右のフックも、その後のフックも入りましたね、ね、あのフィリオの縦蹴りも良かったんですけどね、ガードしててですけど、さあ左フック押せろ、あちょっとあのセフォーが調子に乗ってきましたね、動いてきましたね、はい、はい、さあまた、はい、これはしかし読んでいます、 縦蹴りですね、試合前にアンディ・フグにちょっと聞いたんですけども、アンディ・フグなんかはあのフィリオがですね、セフォーのローで、ローを崩していって勝つんじゃないかと、フィリオ勝利を言ってましたけどな、先ほど館長、そうですね、やっぱ彼が攻略するには下からですね、ちょっとフィリオを狙いすぎて単発になってますね、もっと小さくローを蹴っていくと、彼の場合軽く蹴っても効くはずですから、そうですよね
セゴが前に出てますよ。出てます。プレッシャーをかけ始めました。前が包まってきましたね。平上パスが当たれば、倒れますね、お互いに。踏み込む速さ、本当にセゴ素晴らしいですよね。ステッティン速いですね。いやこれも残り時間だよ、なりませんが、いや全てが凝縮された。今度は第5ラウンド、ファイナルラウンドになりそうです。先ほど見せましたフィリオの、はい、そこに右、ここですね。ここをちょっと危なかったですね、もう少し深くフィリオのハイとお互いレセオのフックが入っておけば、この後ですね、体預けてますよね。フィリオもやっぱり運動神経、反射神経いいですね。いいですね、反射神経いいです。あれ体くるっと丸めたからよかったですけども、なんとこれブロックですね。ここです。この後ですね、いやしかし完全にもらってますね。ちょっとセフォーも体勢崩れながらの右フックでしたが、しかしフィリオの顔面にパンチを叩き込みました。レイセフォー、まだフランシスコフィリオは極真時代を通じてノックアウト負け、いやダウンもありません。いよいよファイナルラウンドです。勝負がかかったファイナルラウンド、行ってほしいですね。いや出てきています、フィリオが出てきている。フィリオ出てますよ、お互い出てますよ。決着つけてほしいですね、このラウンド。決めようっていう顔してますね。決めようお互いあります、ね、お互いにあります。これはだけど判定難しいですね。判定難しいですね、このままいきますとね。本当に難しい試合ですよ。これはセーフです。構成点というかですね、それ もうほとんど互角だと思いますし、そうですね、手数とか、はい、ダメージも遜色ないですからね。難しい試合ですね。それだけフィリオとの戦いは難しいということをこれは図らずも証明した形になりますが、さてでいきました。セポさあ、そう、右か右、今のハイトもすごいですね。右入りながら突きですね、カビ突きですね。空手の技ですね。空手の技ですね、やっぱし空手が出てくるんですね、やってるうちに。あ、おっと右のブーメランフックは空振り、ちょっと賭けに出ようとしますね。さあミドル、今のミドルキックはどうでしょうか。ビリオのミドル、残り時間が間もなくあと1分ということになります。さああと1分、まあ、また飛び込んでの右、お互いの技合わせてほしいですよね。連打が出ないですよね、やっぱ3発以上ワンツー蹴り合わせて出ないですよね。サミドルから右、今も早かったですね、フィルの連打。そして左、やるのミドルを返します。フィル焦ってますよ、焦りありますか。あります、あります、焦ってます、やっぱ倒したいんでしょうね、残りがあと40秒。さあまた横、まだ来い、まだまだまだ距離は違う、ここまで来い。セフォン短いですね、まあ、セフォンはでも今の狙いですよね、今の右ね、左これですね。そして飛び込んだ、アウト、サイク、フィリオが行く、右行く、あーこれ離れるフィリオ、行ってもらいたいですよね、あそこでまた間合いを取りましたフィリオ、残り20秒切りました、ファイナルラウンド。残り10秒切ります。あ、時間がないですね、時間がありませんね、行ってもらいたいですね。ちょっとフィリオの試合ご覧でも最後セフォーの右が入ったところでロング、これ難しいな。勝負は判定に入ります。マーイとマーイ、お互いの距離と距離の戦いでした。フランシスコフィリオとレイセフォーの戦い、一撃のブーメランフックと、そして一撃のあの鍵付き、お互いがお互いのその技を自分の間合いでなかなか出すことができませんでした。判定の結果をお伝えします。ジャッジ石丸さん50対49、青フランシスコフィリオ。まずフランシスコフィリオ。ジャッジ伊賀美吉50対50ドロー。タイムはドロー。大森俊之50対49、赤レイセフォー。三者三様です。3人のジャッジが全て分かれました。この試合はドローです。AC 館長いかがですか。いやこれでやっぱフィリオも、フランシスコもですね、課題ができましたよね、だからやっぱみんな研究してきますんで、自分の中間距離での連打ということをこれから覚えていかないと
今度勝てなくなりますね。まだあの、ね、自分で動くことがまだできないという話をしてましたが、これに自信が、自分が自信を持ってくれば自分の動きも出していきたいというふうに言ってました、ね、本当に上手い選手というのは打たして打ち返すというのが、私あのピーターにしてもホーストにしてもありますので、だから藤尾選手はその技術を覚えていかなくちゃいけませんね。レイス戦法もしかし十分研究していたというね。だからレイス戦法も出れなかったと思うんですけどもね。お互いのまた前の前の戦いという形になりました。 K1 開幕戦、この口開けの試合、レイス戦法とフランシスコ・フィリオの戦いはドローに終わっています。 How do you feel about this result? It's okay. レイス戦法 is really good on distance. His distance is really good. It's hard to catch him with kicks. Did you confuse that he's a strange ways? No, I knew that he used to do that. No problem. I want to get a chance with you. Everything really Filio, I mean, Filio's got a big right hand. He's got a great spinning back kick. He's got powerful kicks. You know, he's an overall complete fighter. He's a good fighter. So I went out there and basically just looked for everything. I knew he was a strong fighter, so therefore I had to not only play with his mind, at the same time try and get him to attack a little bit more so I can counter him as well. Because he was more of a counter fighter than anything else. You know, you always got to be happy with a draw. Better a draw than a loss. But, you know, I just got to thank God and thank the fans out there who, you know, come to support the fighters. But all in all, I'm happy with it. You know, it's okay. All of you knows that my box is not that level that I want. I think I have to learn a little much more. But last year, some fights that I did knocked out some guys, so I think I have power enough to knock out someone. But I still not confident with the techniques. So that's why fights have to be at the beginning like that. But once I get more confidence, I think I can be more aggressive too, and then have more knockdowns.